本当に不良連れてきたよ。ブレイキングダウンが求めてるのは多分こういうやつらだろうなって。ザ・大阪ってやつら、口も達者で手も速くて、そういうやつら集めたら気付け同時使えばね。おい、それや、その喧嘩日本一決める言うてたから、まあそれは喧嘩言うたら俺やなっていうので応募したい。ほんでまああとはまあみんなの熱い仲間の思いや背負ってるから、まあ男としてもう生き切ったろう思って。一番いけいけないじゃないですか、多分この今回の地区対抗戦で。俺たちも目の前で彼のスパー見た時に、あの戦い方とあのノリ見て、もう頭の中でもうすぐこれかな、彼だなって感じでしたね。大好きですね。九州、横浜、北関東、相手にならへん、根性がちゃうし、気合が違うから。でまずブレイキングダウンの根拠、主体は喧嘩でしょ。のそれに似合った試合したろうかなと思って、あ、試合じゃない、喧嘩っすね。試合したろうかなと思って、で喧嘩したろうかな、喧嘩。スーパースターみたいになるじゃないですか、彼は。冷静なあのパンチの打ち方とか、冷静な相手の仕留め方とかが、喧嘩がすごい強いタイプだなと思って。シェンロンみたいなのがいっぱいいても困っちゃうから。そうそうそう。振り回して、それ当てて、失神させたのかな思ってるっすね。捨てられた野良犬みたいな、いつ噛みつくか分かんないっていう、ちょっと狂犬じみた感じ。いや、まあそこら辺な喧嘩じまい言うてるから、ほんな喧嘩じまい通るかなと思って出てきただけです。185円の100キロ超えやったけど、俺マジでほんまのワンパン、パンチ一発だけ、マジでパンチ一発だけ。本当にあの行っちゃうって感じ。俺らのこと聞かないし。どっから悪いんでしょうね。怪我させて悪いんだったら悪いだろうし、捕まって悪いんだったら、俺捕まってないしな、海外行ってたから。悪いの定義は分かんないですけど、いいと言われたことはないですね。はい、下後ろは 1000% 勝つと上がってて、いや俺全然いけると思うんですよ。大将、やめちゃ、やめちゃ。負けることがない、それは断言します。藤田さん、今回まあ大阪、チーム大阪ってことで絶対に負けさせるわけにいかないんですよ。協力してくれ。ヘビー級で最高の逃げ用意してるんで。うわ、ほんまかよ、お前。あれはもう絶対勝つでしょって感じ。まあ、喧嘩はまあぼちぼちやってますけど、そんな覚えてないです。でまあ地下学、33戦32勝の1敗。本当に横浜っぽいなって思いますよ。もう1ミリも心配しないんです。石の上にも3年、そろそろ花咲かす時来たんじゃねえのかって。そこら辺のやつ全員ボコボコにして買ってやるから、一躍有名人になっています。よろしく。もう確実に強いです。あいつは殴り合いがしたいって言ってるんで、さらに膝とかガンガン混ぜるように教えたんで、今のあいつはもっと強くなってるんで、自信持って送り出せます。一人じゃねえよ、ボコボコにしてやろう。決
チョンケチョンにしてやるよ。横浜勝つよ、全勝5勝。もうこれは間違いないなと思って、あいつに選んでマジで良かったと思ってます。楓がやった相手は俺がもう昔から見て後輩なんで、そいつ強いんですよ。プロとか入れるようなぐらい技術があるんで、そいつを全く格闘技やったことない楓が倒してきてるんで、まあそこら辺の、まあ、プロでも全然誰でも1分なら絶対勝てるし、自信あるし、突っ込んでってバッチバチに殴り合うし。喧嘩は数えてないですけど、まあ負けたことないんで。もともとあいつがいたチームっていうのは俺が当時の頭と一緒に作ったチームにいたんで、今やっぱり黒いシーツも引き継いでる後輩なんで、これはもうめちゃめちゃ嬉しいし、めちゃめちゃ期待します。ただ絡んできたらやるだけなんで、そいつをボコボコにしますね。対8とか、もう相手の人数わざわざ数えたりもしないんで、喧嘩になればもう気づけば終わってるし、気づけば相手倒れてるし、ザ不良ですよ。もうザ突っ張りっていう、そういうところに俺は惚れましたね。戦ってる時の顔つきとファイトスタイル、これまさに喧嘩自慢で、俺はもう胸を張って出せるような逸材だったんで、俺に勝てる、おいで待ってるよ。アンドレ言うことないです。アンドレはもう元々あいつ平塚で有名だし、ただただ強い。人を殴れると思うとワクワクしますね。蹴るな、蹴るな、早く行け、早く行け、焼き入れある子たちですね、はい。田舎のヤンキー感がめちゃめちゃ出てますね。面白くなると思います。なんだ殺さねえわ、やめろっつってる。お前、地上使って気をつけろ。まあ、俗に暴走族から始まって、で、群馬の前橋ブラッド作って、カメラの前で喋れることはないけど、喧嘩はしてきた。自信はある。この北関東選ばれた5人の中では一番ブレーキングダウンのルールに合ってて、この喧嘩自慢っていうのに合ってるっていう見た目の彼のキャラといい、面白い選手だと思います。相手になったやつをぶっ飛ばすだけですよ、それだけ。18歳気合入ってんな。大したもんだな、ね、伸びしろしかないでしょうね。どのぐらいの喧嘩ができるか見ものになると思いますよ。リングが上がれば上がると思います。うちの会社で一番若いやつなの。で、まあ、萩原工業から一人ぐらい、ちょっと根性あるやつ。萩原さんに行けって言われて、ただ来ただけです。別に喧嘩もしてきましたし、別に3人がかり行きたいやつも、やってきておかれます。はい。おー蓋を開けてみたらびっくりっていう。これはびっくりするでしょ。あ、見てて。もろ喧嘩自慢っていう、まあ荒いけどもう根性だけで戦うみたいな。喧嘩っていう喧嘩はもう負けたことない、まあ余裕ですね。
がバチバチやると思うんで、試合は面白くなります。格闘技となるとまだまだだけど、まあ、1分間の喧嘩自慢だったらね、いけるんじゃないですかね。誰でもかかってこいよ。笑いながら人を殴れるような素手でね。俺みたいにな。近っ端誰かのために戦えるやつって感じですかね。俺のようにな。はい。制裁してあげようかなって。はい。まあ、先陣を切って、まあ、言ってみればまあ切り込み隊長みたいなもんになるんで、その若さとやんちゃさとを、まあ、フルに出して暴れてもらいたいなっていうのが、まあ、一番の期待したところですかね。暮らします。はい。殴り合ったらもう負ける気がします。引かないです、絶対。1分間スイッチが入ってるの。彼の方は非常に男としても生物としても、またその喧嘩自慢っていうそのコンセプトにしても、九州の喧嘩自慢の中では一番狂気の持った目をしてる。任せてください。ボッコボコに負ける時は俺も気絶するんで。その足止めて殴り合えるような人がいいですね。なんかこう、こんな感じは嫌ですね。嫌ですね。寡黙な、内に秘めた戦いをするタイプの男。今回のこの九州喧嘩自慢の中で多分僕は一番強いって言ってもこれは過言じゃないかな。ジョリーがいつも俺の横で言ってたことが、多分秀吉は僕が10回やっても10回勝てないんじゃないかっていうぐらいの実力だと。もう相手が倒れるか俺が倒れるかぐらいの勢いで僕はやってるんで、必ず KO します。はい。大将の無差別級にこいつをじゃあ置いて、俺たちのチームの最後の1勝とかって2対2になった時に、その最後の1勝を勝ち抜かせるこいつにチャンスを与えてみたいっていう思いが出て彼を選んだっていうのがあるんですよ。まあ相手が誰が来るか知らないですけど、まあ、負ける気はしないですね。本当は負けたことないんで、まあ誰がかかってきても負けないですね。今から8月26日に迫ったブレイキングダウン9のオーディションを開催しています。誰に口聞いてるっておめえしかいねえだろ。これ本当は切ってんのか。これポン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 、そう入ってる入ってる入ってる。見てる方楽しくなっちゃうじゃねえかよこれじゃよ。お前俺になんか言うのね。え？お前俺の方が因縁あるだろ。見てんのかてめえこら。え？こら。そっちゃせやっと会えたね。どうもブレイキングオタクリョウと申します。
勝てると思ってる。勝てると思ってる。やるかじゃあ。うん、やろうよ。いいよ。いいよ、来いよ。やる。おお、ジャパニア。いやどうやってどうやってって感じ。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは喧嘩最強決定戦の裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。